皆さんこんにちは UFO チューバーの三浦徹です今回は私のマエストロフェネルその3です私が初めてフェネルさんの演奏を耳にしたのはイーストマンウィンドアンサンブルの LP レコードでした当時最先端の録音技術とされたハイファイステレオ方式による臨場感のある録音はさながらコンサート会場にいるような 新鮮な音の空間を生み出していましたまたイーストマン劇場の音響も優れたアンサンブルを収録するのに最高の条件を備えていたと言えるでしょうフェネルは「マーキュリー社」からリリースされた LP レコードにより世界中にイーストマンウィンド・アンサンブルの名を広めたのですまた特別なレコーディングとして1961年にリリースされた「 シビルワー・南北戦争の音楽の録音が挙げられますイーストマン劇場のステージ上の学生たちの写真をご覧ください金管奏者はオーバー・ザ・ショルダー・ブラスと呼ばれる南北戦争当時兵隊の前を行進しながら演奏するベルを後ろ向きにデザインされた楽器のレプリカを使用していますフェネルさんは舞台の中央奥で 客席に向かって指揮。木下楽器は指揮者に背を向けフェネルさんを鏡で見ながら演奏したそうですなかなかユニークな光景でしょう。そして1979年クリーブランドオーケストラの漢打楽器奏者たちとクリーブランド・シンフォニック・ウィンズの名でテラークから史上初のデジタル録音による LP を収録しています。 デジタル録音により可能となった立体感のある演奏は当時オオーディオファンのの話題の中心ともなりましたね。特にホルストの1組のバスドラムのピアニッシモからフォルティスモのウルトラ低周波を捉えた響きはまさに驚異的でしたそんな経験豊かなマエストロを迎え東京高成ウィンド・オーケストラは多くのレコーディングを行いました構成出版社 CBS ソニー、日本コロンンビア、キング、東芝 EMI ブレインなどなどそうそう全日本吹奏楽コンクールの課題曲の参考演奏の録音も行いましたよペネルさんの指揮ですので参考演奏というより一つの強いスタイルを示していてかなりインパクトがあったのではないでしょうかマイストロのレコーディングではいろんな思い出があります 会場が不問館ではプレイバックの時舞台袖の小部屋に設けられたモニター室まで大きな靴音を立てて走っていかれる様が印象的でした何せステージが広いですからねとにかくフェネルさんは元気が良かったですよまた録音のテイクの回数も心得ておられ我々演奏者のスタミナの状態がちょうど良いところで撮られていたようです つまり無駄ななテイクはほとととんどなかったということです。また曲奏によっては指揮する際に思わず発するうめき声のようなマイストロの声が入ったものもありましたよマニアの方は注意して聞かれると興味が増すと思いますさて1984年昭和59年1月から東京高生ウィンドオーケストラの「 常任指揮者として来日したマエストロ・フェネルはその年の7月2日70歳の誕生日を迎え不門館の地下の大食堂でみんなでお祝いしましたその時のフェネルさんのスピーチはこんな感じでしたよ「みなさんありがとうございます私を産んでくれた母は」 すぐに亡くなりましたので覚えておりませんが私は地面に近く生まれましたのでもう少し背が高くなりたかったでも70歳の今日まで長く生きれるとは思ってもいませんでしたこんなに丈夫に産んでくれた母に感謝しまた今夜の宴を開いてくれた皆さんにも 感謝いたしますありがとうございましたまぁ、あ、こんな感じでしょうか我々団員はミニチュアのドラの裏に寄せ書きをしてマエストロのコキのお祝いのプレゼントとしましたさてマエストロを常任指揮者に迎えて後世は以前にも増して忙しくなりました定期演奏会特別演奏会ファミリーコンサート 音楽鑑賞教室、レコーディングなど本番の数が激増しましまたねそんな中の一例を挙げますと1985年の5月のツアーは山口の宇部から始まり岡山三重そして根室の里のバンドクリニックと続きそのまんま沖縄特別演奏会まで休みなしの強行軍でした。マ 若かったんですねバン番リの新婦紹介も含めると全部で88曲のレパートリーを演奏したのは今でも語り草でですす88曲ですよまた7月4日のアメリカの独立記念日には茨城県つくば市の科学万博のエキスポ85アメリカナショナルデーの式典とコンサートに出演しました。 マイストロはフェネル家直伝の五大行を披露、ファイェンドラムの披露演奏はなかなか興味深かったです。当時のアメリカ大使マンスフィールド画家、ソニーの森田会長らと交流されています。翌86年は初の北海道公演、次の年には 大阪のブラスエキスポ87に出演、朝日菜隆、アルフレッド・リード、大阪市音楽団、大阪府音楽団とも共演しましたよ。また、12月の第41回定期演奏会は、マイストロ・フェネル常任指揮者就任5年目をサントリーホールで行い、非常に高い評価をいただきました。88年も日本国内を東本清掃、 数多くのコンサートやレコーディングをこなしそしていよいよ89年7月ヨーロッパツアーに出かけていったのですプロで活動する音楽家にとって言葉の通じない海外に出かけていって演奏するのは最も有効な腕試しですマイストロ・フェネルを常任に迎えて6年目スポンサーの立証構成会の支援と協力を得て 25日間のヨーーロッパツアーが実施されました訪問した国はオーストリアスイスフランスイギリスそしてオランダの5カ国音楽をなりわいとする我々にとって憧れの音楽の聖地で演奏する幸せなツアーでしたどの会場も大入り満員の大盛況でしたが日本との違いはお客様が中高生ではなく シントルメン、紳士淑女が中心であることそして拍手の音とスタンディングオベーションが示す反応の良さを強く感じましたまたこれが我々のより良い演奏を引き出してくれたものです特にスイスとオランダは吹奏楽が盛んなお国柄いくつもの会場をはしごする熱狂的なマニアも目立ちました中には マイストロの教え子やイーストマン・ウィンダンサンブルの熱心なファンもおられて今更ながらフェネルさんの人気の広がりを感じました演奏曲目は J.S. バッハの「トッカータとフーガ二短調をはじめスパークの「セレブレーション」アーノルド・シェンベルグの主題と変奏曲リードの交響曲3番ワーグナーの「ポラッチ」の主題と変奏曲など。 そしてアンコールはイタリアンポルカやヒゾー,ーナーなど多い会場では10曲ぐらいアンコールを演奏しました拍手がいつまでもいつまでも鳴り止まなかったのを覚えていますまた移動の途中ミュンヘンに立ち寄りホフプレーハウスでドイツビールを堪能したりスイスの美しい山々や湖の絶景を楽しみ たっぷりと英気を養った我々は、今回のツアーのメイン、オランダのケルクラーでのワールドミュージックコンテスト、WMC、世界吹奏楽祭、ワスベの特別コンサートに臨んでいったのです。写真の通り、世界中からこの吹奏楽の祭典に招かれた聴衆の前で、マイストロフェネルと東京高生ウィンドーケストラの団員が 全身全霊を込めて演奏しましたその時客席の最前列を占めていたのはなんと JBA 日本吹奏楽指導者協会のツアーの先生方高瀬ウィンドの応援団として力強い拍手とスタンディングオベーションをリードしていただきましたありがとうございました中には恩師の大石清先生や秋山俊夫先生もおられて 大変嬉ししい良い思い良思出となりましたたくさんの写真が示すように我々のヨーロッパ公演は大成功を収めました何といっても楽団員の意識が変わったこと日本を代表するプロの吹奏楽団としての自覚を持てたことでしたそしてヨーロッパの空気の中伝統的なホールの豊かな響きの中で我々自身が 自分たちの演奏に自信が持てるようになりました長期間のツアーを支えていただいた立証厚生会はじめ大勢の皆様に心から感謝申し上げますありがとうございました次回は私のマエストロフェネルその4ですご視聴ください